面影賞。山本周五郎。おい、見ろ見ろ。なんだあそこへ来る浪人を知ってるかうちの店へ越してきた鎌田孫次郎って人だろ本名はそうかもしれぬがの。 魚売り金八はにやりと笑って。ありゃおめえ、大した雨ん坊だぜ。演州浜松の城下外れ。猪の松という問屋場の店先を一人の老人が取りかかった。年の頃二十八区であろう。上背のある立派な体つきで、色の浅暗い、目の涼しい、 まず、この辺には珍しい美なんだ。街道裏にある井の松の家作へ移ってきてから十日余り。中国あたりの浪人で名は鎌田孫次郎という。お面ンとは何のことだめえ、聞きねえ。金八はキセルをはたいて、何のかばかり見え残った。 買い出しに出ようとして通りかかると、あの先生、裏へ出て洗濯をしてるじゃねえか。おはようございますと言っちまってから、おら、悪いことした。見ねえふりしていくんだったと思っていると、相手は平気なもんだ。いや、これは早々とごせいが出ますな。と、ニヤニヤ笑ってる。そこでオイラが、 奥様のご加減でも終わるございますかと聞いたんだ。するとその返事が振るってら。いや、別にどこが悪いと申すことではござらぬが、ちっと、わがまもま者でな。まあ、朝寝がしたいのでござろうよ。とかく、どうも女は養いがたしでござる。はははは。て、始末だ。うーん 大した白物だな。井の松の店のもので、吉子という口の軽いのが、待ちかねたように乗り出して。そういえば、あの老人、米の一生買いから、八百屋の買い出しまで、自分でやらかすぜ。本当かい、そりゃ。一度や二度じゃねえ。おいら、現に見ているんだ。 あの通り五段目の貞ダって男ぶりで、それこそ今少々、なんてずはちんなもんだったぜ。だからよ、金八が我が意を得たりという顔で、本名は鎌田孫次郎かもしれねえが、彼は天田甘次郎が本当だと言うんだ。女房に甘次郎か。 わっとみんなが笑い出したとき、吉子の横瓶がピシャリとなった。いけびっくりして振り返ると。このバカ野郎。と、もう一つ。いつか背後へこの家の隠居、六兵衛が来ていた。今聞いてりゃ、天田甘次郎だとこいつらとんでもねえこと言いやがる。てめっち、孫や駕籠書きと違って、 お武家には格別心得のあるものだ。奥様を大事になさるにも何か深いわけがあるにしょういねえ。つまらねえ陰口なんて嫌がると承知しねえぞ。それだって、隠居さん。孫も侍も隠居に変わりはねえでしょう。アメンボウはやっぱりアメンボウじゃありませんかだからテメッチョめくらだってんだ。 鎌田さんの顔をよく拝見しろ。俺が普通の子って女房に出れつく顔かよ。あんな立派な人柄は千人に一人ということだ。じゃ千人に一人の甘汁で、ピシャリ。父光はまた貼られた。この野郎、二度と再びそんなこと嫌がるとおっぽり出すからそう思え。 六兵衛は目を向いてわめいた。しかし、こんな話が広まならぬはずはない。何しろ浜松城下を通じて珍しいような美なんであるし、老人に似合わず身だしなみが良く、酒やきも髭も勝って伸びたところを見せない。衣服こそ貧しくあるが、いつもきちんとして赤のつかぬものを着てるという、 一部の隙もないなり風俗だから余計に話が面白いのだ。女房に甘次郎。天田甘次郎先生。と評判がたちまち付近に広まった。孫次郎が移ってきてから20日余りになろうというある日。井の松の遠居六兵衛が吉子を連れて孫次郎の老宅を訪ねた。 庭先でけ剣を振るっていた鎌田孫次郎は、愛想よく上へ生じて、ようこそおいでくだされた。と、奥へ振り返って。これ、次へ。お客来じゃ。お茶をお入れ申せ。いや、どうぞお構いなく。このようなたくべしてお構いはできませぬ。これ、 すげえ、お客らへだぞ。と言ったが、舌打ちをしながら立つ。しようのない奴。また頭でも痛むと申すのであろう。どうもこのを一倍とわがままがつのって困る。小言をつぶやきながら、水口へ出て行った。 まもなく茶を入れてきた孫次郎。失礼つかまつった。と対座して。何ぞご用件でも。実はご相談があって参りましたので。はあ。余計なお世話かもしれませんが。と、六兵衛は膝をすめ。先生もごろうろ中のことで。 いろいろとご不自由なことだろうとお察ししておりますが、どうでございましょう。こうして体が空いておいでになるんだから、寺小屋のようなことでもお始めなさる気持ちはございませんか及ばずながら私がご斡旋申しますが。それはご心配かざちけのご存じる。孫次郎は会釈をしたが、 ふと恋を潜めて言い悪そうに。ぜひお世話に預かりたいが、実は、妻に気鬱の持病がござる上、この家へ子供たちを集めなどしてもし、機嫌に触るようなことがあると困るので、花ははだ勝手ながら他に寄り場でもこうしらえていただけるなら、拙者が出向いて教授をいたしましょう。はあ。 さようでございますか。さすがに六兵衛も呆れた。せっかく人が世話をしようというのに、騒がしくて女房の機嫌に触っては困るとは、心臓の強い言葉だ。しかし、六兵衛も乗りかかった船だから。よろしゅうございます。幸い、長屋の橋が二軒空いていますから、造作を少し直して、 稽古場を作りましょう。子供集めや雑用品は失礼ながら手前の方でいたします。ご仕なんとも形気のござる。話ができて六兵衛が立つと。これ、す江え。お帰りだぞ。と、奥へ呼んだ。お見送りぐらいできぬことはあるまい。何 胸が痛む。しょうのない奴だな。いや、どうぞ、そのまま。わがも,も,ものでござる。どうかご容赦を。言葉の端々ににじみ出る妻への愛情。六衛は心の内に、羨ましさを感じながら別れを告げて出た。と、表に待っていた吉子が。隠居さん、ちょいと、 声を潜めて手招きをする。なんだちょいとここへ来てごらんなさい。吉子は六兵衛を横手へ連れて行った。中の様子を聞いてみろと手招で教えるから、なんだろうと耳を傾けると、小窓の障子のうちで孫次郎の声がする。許せよすぎ。どうもお客が来ると、 男という奴は威張りたくなるもので、つい心にもなく荒いことを言ってしまう。何やいやい、そうしておれ。拙者は今のうちに荒いものを片付けてくる。どうです、隠居さん。吉子が囁いた。いつでもこの調子ですぜ、ね。これでも甘次郎じゃありませんかこのバケル ピシャリ。吉光の横瓶が鳴った。えってってて。なんだと思いや立ち聞きしやがる。うののようなゲス根性に何がわかるんだ。二度とこんな卑しい真似をしやがると叩き出すぞ。吉光は頭を抱え、横っ飛びに逃げ出した。かくて間もなく、六兵衛は長屋の手入れをして、九五士来の机から、 腕、墨、鈴り、髪まですっかり揃え、近所の小ちへ触れを回してすっかり寺小屋を仕立てた。読み書きもよろしゅうございますが、街道筋のことで人気があろうございますから、ひまひまに剣術の一手も教えていただけませんか。中にはそういう親もあった。よろしゅうござる。 武士でない者に撃つ術は必要ないが、避ける方法ぐらいは知っておいてもよかろう。お教えいたしましょう。そんなら私どものせがれもお願い申します。というようなことで、しばらくするうちに25、6人の子供が集まるようになった。さて、始めてみると孫次郎には備わった徳があると見え、別に強く叱る様子もないのに、 子供たちの虚嘱動作が目に見えて良くなってきた。従って、今まで甘次郎に何ができるかと憎びっていた連中も、おいおい、ぜひにと言って、子供を預けるようになったから、そ見よ。と、六兵衛は鼻を高くして、コートに睨んだ俺の目に狂い悪め。今に先生のおかげで街道筋の奴ら、 一人残らず成人になっちまうから、見て気づかり。一人でわけのわからぬ自慢をしている。召集の昼下がりであった。裏の空き地へ出て子供たちに激犬の心得を教えていると、お嬢様、ま、お嬢様、ま、と、一人の子供が飛んできて、向こうの原っぱでお侍が切り合いをやってますよ。何 切り合いほら、あそこに。言われて振り返ると、珍珠明神社へ行く道を左へちょっと降りた草原で、五六人の武士が切り結んでいる。真昼の光に、キラリキラリと白人の描く虹が見えたから、皆、ここを動くことないぞ。と言って、孫次郎は体験をとる。 すぐに戻ってくる。出てはならんぞ。重ねて言い捨て玉走り出した。草原の端まで行くと、孫次郎は足を止めて様子を見合った。切り結ぶ相手は一人。寄り手は五名。いずれも浜松家中の武士と見えるが、相手の一人は格段に腕が裂いていて、ほとんど五人を寄せ付けない。 鋭い絶叫が起こった。五人のうち右から二番目にいた若侍が猛然と上段から切りつけたのである。お<は>答えの声。相手の体がバネのように跳ねる。白人がキラリと舞った。っ切り込んだ若侍は横様にドーッと倒れる。 同時に左端の一人が踏み込む。刹那。えいさっとかわし玉、相手が逆に下から払い上げた。踏み込んだ方は、危うく半身を反らして避けたが、剣は手を離れて、彼方の草むらへ飛んでいた。このありさまに、四名の者は、思わずさっと引く。いずれも、面色青ざめ、呼吸も構えも乱れてきた。 できる。とても手に合わんぞ。孫次郎はそうつぶやくと、二三軒つかつかと歩み寄って、両替ながら物申す、と声をかけた。この果たし合いはいかなる一種でござるか。四人のうち年配の一人が、よいうち、よいうちでござる、と答える。孫次郎は体験の濃い口を切った。 上位打ちとあれば、是が非でも打たねばならぬ。しかし、残る四名では到底難しい。失礼ながら、お手間を取ってはならぬとお見くえいたす。助け出しもしたい。ご無用といった時である。いや、ええ、いわめいて相手が逆襲に出た。四名がはっと備えを立て直す暇も与えず踏み出して、えいっお 一人を切る。孫次郎を見るなり、助立ちごめんと叫んで間へ踏み込んだ。残る三名、拒む気力なく、二三軒引く。孫次郎は刀の使い手をかけたまま、じっと相手の目を見つめながら行った。余裕帳を聞いてまかり出た。と、五両内に住む老子、鎌田孫次郎。 犬貝健作来い相手も名乗って二三歩下がった。この時一人の老武士が馬を煽って草原へ駆けつけた。それと見てさっきの年配の武士が走り寄って、事の死体を話そうとする。途端に、えいえい犬貝健作が叫んで空打ちを入れた。 孫次郎はさっと飛び去り、初めて体験の鞘を払う。美しい唇に微笑が浮かんだ。面白い勝負。馬上の老武士が低く呟いた。孫次郎は帽子下がり、小手をやや左へ外して右足を浮かす。呼吸を測ってじりりと出た。 犬飼検索はようやく相手の腕を知ったらしい。さっと目の色を変えて下がる。静かに西願の剣を上段へ擦り上げた。荒い呼吸。体勢明らかに相打ちを狙う。刹那。えい<っ>と叫んで孫次郎が帽子先を外す。誘いだ。一部も違わぬ呼吸。 検索は凄まじく。カあ<っ>わみきざま体ごと叩きつけるように切り下ろした。ギラリ円を描く剣。孫次郎はさっと二三剣跳ねのく。検索は横玉にダダダッとよろめいて草の中へのめり倒れた。おっぽりお見事馬上の老武士が思わず声を上げた。 孫次郎は手早く剣に拭いをかけると、差し出た仕方、平にご容赦くださり、と、えしゃくする。倒れている剣作の方へ、痛ましげな一別をくれて、そのまま大股に草原を横切って去った。子供たちは空き地の隅に固まって見ていたが、孫次郎が戻ってくると、歓声を上げながら取り巻いた。 保守様は強いな。鬼がかりでダメだったのを、保守様はたった人たちでやっつけちゃった。わいわい騒ぐのを、孫次郎は呼吸も変わらぬ静かな口調で制しながら。さあさあ、もう、剣術はおしまいだ。お修治をするから、みんな手を洗ってお上がり。そう言って、家の中へ入った。 それから二三日経ったある日、孫次郎が寺子屋の教授を終わって帰ると間もなく、先日馬上で見た老武士が何の前触れもなく訪れてきた。ああ、これは。孫次郎は驚いて、かような傍国へようこそご入来。まず、と、丁重に座へ招きながら。すげえ、お客様じゃ。 奥へ振り返って呼んだが、すぐ向き直って。ご覧のごとき老宅、何のお構いもなりませぬ。どうぞお許しくだされたい。ご挨拶、帰っていたみいる。老部氏は形を改めて。拙者は井上張馬の神家神大番頭にて沖田現左門と申す。申し遅れました。 私、鎌田孫次郎と申します。先日は大事の際よくぞお助立ちくださった。どうでも打たねばならぬやつ幸い、貴殿のおかげをもって仕留め、打ち手の者、面目、いたってござる。ただ、御意のことゆえ、表向きに貴殿のご披露がならぬこそ残念。 これは、さしょうながら、拙者、一存のお礼がわり、ご承能ださるよう。いや、それは困ります。老人ながら、ご領内に住む孫次郎。いささかなりとも、お役に立てれば、本望でござる。礼物など、ひらに。まあ、お受け下され。辞退されるほどの品手もござらぬ。 増物を進めて起きた現在もんが。さて、改めてお願いがござる。と言った。お腕前のほど、先日特と拝見つかまってたが、ご流儀は火事派でござるな。はは、未だほんの未熟者でござる。実は拙者も壮年の頃、 カジハ一刀流をいささか学びましたので、立ちさばき懐かしく拝見いたしましたが、ついては、拙者に千之助と申すせがれがおります。これにカジハを教えたいとかねがね心がけておったところ、いかがでござろうか。ひどりその他はご都合にお任せ申すが、説くまでご教授に出向いてはくださるまいか。 大番頭も務める人が、自ら字を低うしての根性である。元より武道に生きる身の拒む理由はなかった。未熟者の拙者、とても人にお教え持つことなどはできませんが、せっかくのおぼし飯を実するは、かえって失礼。よろしかったら、肩だけに見ても。ご承知くださるか。 それは、片付けのござる。では、追って、日取りなどを決めた上と、現在門は、喜ばしげに言ったが、ふと奥の方を見合って。動かないには、五秒がでござるかと聞いた。はあ。孫次郎はなぜかうつむいたが、やがて座を立つと、 ご覧下され。と言って、愛の襖を開けた。これほどの甘次郎と呼ばせる妻、どんな美人かと見ると、意外や次の間には小さな京机が一つ、仏壇の前に据えられて、ゆらゆらと線香の煙が立ち上っている。これは、どうしたこと 実は、三年後に死去いたしました。ご死去現在もんは目を見張るばかりだった。ここへ訪ねてくる前に、付近の者の評判をよく調べてきたのだ。もちろん、女房に甘次郎という噂も聞いている。すると、戦国奥へ声をかけられたわ。 お耳に止まって赤面つかまつる。孫次郎は低くうなだれて、幸せ薄く女にて、三年以前、老老の品中死なせましたが、未練とお笑いくださるな。手前にはどうしても死んだと思い切ることができず、面影あるうちは生きてるつもりにて、 あのような一人ごとを申し始めたのが癖になり、今日までそのまま。ゴミが震え、声が湿った。すでに死んだ妻を生きるがごとく思い出して、家の出入り立ち居までそこにあるかのように声をかける心目。人は未練と笑え、胸を去らぬ小泉への愛情は哀れ。 女房に甘次郎のあだ名にも耐えて強かったのだ。現在門は心打たれて。いや、良きお話を賜った。亡き人へのそれまでのご愛情。未練どころか帰って、お恨ま収存ずる。旅外ながら拙者もご栄光を捕まつろう。片付けのござる。 さぞ、喜びましょう。荒れ果てた部屋だが、塵ひとつとどめぬ行き届いた掃除。現在もはそれにも、孫次郎の人となりがさせられ、ますます頼むしさを感じながら、京机の前に座り、照明しながら甲をあげたが、ふと仏壇を見上げたとき、 低く声を上げた。仏壇に掲げてある小さな女の絵姿。しばらく見つめていたが、これは御家内のお姿でござるか母はは、同伴の方言に絵心あるものがござって、たわれに描いた偽が、今は悲しい形見となっております。 現在もんはずいて、不思議に似ている、と、もう一度呟いた。朝露がしっとりと庭の芝生を濡らしていた。次の植え込みも美しい爽やかな秋の日が青垣に生き生きと輝いている。これまで。 声をかけて孫次郎は勃剣を引いた。起きたてへ通い始めてから早くも半月近くになる。今朝も早くから千之助を相手に激しい稽古をしてぐっしょり汗になった孫次郎。良きほどにしまって、疲れましたか若い千之助をいたわるように言った。火事派の組たちは別して激しいござるが、 十分にやっておくと、しない稽古の得得が楽に参る。くれぐれもお勉強なさるよう。はい。片付け望んじます。では、また、明後日。去ろうとした時、中庭の方から現在門が一人の娘を連れて足早にやってきた。先生、しばらくお待ちください。はあ。 声をかけられて振り返った孫次郎。現在門のそばにいる娘の顔を見ると、さっと顔色を変えて立ちすくんだ。熟か十歳にもなろう。肉の締まった体つきで、小麦色の肌。潤みのある深い僧帽。主の唇が艶やかに波を描いて、つつましく見上げる美しい表情。似ている。 不思議なほど似ている。一目見た刹那には、亡き妻が生き返ってかと疑ったくらい、杉江の面影にまるで生き写しなのだ。これは千之助の姉で小房と申す、ふつくものお見知り置き願いたい。は、拙者こそ。下手ながら茶を剣じたいと申す。ご迷惑でなかったらお上がりくださらぬか。 他に少々お話もござるが。お邪魔つかまつきまする。孫次郎はうつむいたままで答えた。汗をぬぐって衣服を変え、の之助の案内で客前へ行くと、すでに席が儲けてあるし、見事な虫菓子が出ていた。どうぞ、お楽に。玄もんが親しい口調で座へ招く。 まもなく、娘小房が茶を立ててきた。孫次郎は、作法正しく帰したが、娘の方は見ずに、結構なお手前、と、えしゃくする。現在もんは待ちかねていたように、お話とは他でもござらぬ。鎌田氏には、ご士官のお望みはござらぬか。と、仰せられまするわ。実は、 あまりに惜しきお腕前。埋もれぎのまま置くのはもったいなしと存じて、失礼ながら役向きの者に申し伝えた上、再三度お稽古の様子を陰から拝見させましたところ。もしお望みならば当藩へご推挙申し上げようと相談ができたのでござる。ご配慮なんとも。はじめより多分には参らぬ。 二百国ほどでご勘くださるならば、すぐにも手はずをいたすが、いかがでござろうか。親切の溢れる言葉だった。おぼしめのほど重々ありがたく存じまする。二三日ご猶予いただいた上、お返事を申しとうござるが、結構でござる。お待ち申しましょう。と言って振り返り。これ、ごふさん。 茶をお立て直しもす。いや、もはや十分でござる。まあ、そう仰せられるな。そうかでお口に合う前がおつまみくださり。さ<嘘>歌詞を勧められて、ふと手を出した孫次郎。歌詞をつまもうとしたが、何を思ったかそのままうつむいて手を膝へ戻していった。どうなされたあ、いや。 染まずながら吟味をさせてござる。ご遠慮なくどうぞ。孫次郎は答えもなく、ただ静かに会釈をしたが、その目は熱く潤んでいた。やがて表を上げると、お許しくだされ。と、かすれた声で、休養を忘れておりました。鼻だ失礼ながら今日はこれにて。まあ、良いではござらぬか。 いや、急ぎの用事ゆえ。と、孫次郎は座を滑り。お菓子はちょうか捕まつる。そう言って式紙へ菓子を包むと。では、もう一杯茶を召し上がって。という現在門の言葉を振り切るようにして立ち上がった。家へ帰ってきた孫次郎は、そのまま仏前入って京机の上へ菓子の包みを備えると、 崩れるようにそこへ座って、すぎえ、咳上げるように言った。そなたの好きな虫菓子だぞ。そなたの好きな、うーと、と喉を絞るおえつ。生前あるほど欲しがっていた菓子が、今になって手に入った。そなたが死んだ今になって、二百国の士官。 今になってこの虫菓子が何になる二百国が何になる出世が何になるのだ貸してくるがいなや、主けを浪人して五年。家柄に育って何の苦労も知らぬそなたが、無残な品に痩せていく姿。私はこれが本も、と笑ってくれた顔さえ、 孫次郎には熱鉄を浴びる褐色だった。いつまでこんな貧乏はさせぬ。必ず立身して世の花を見せようと。陰ながら誓ったこともあだとなり、薬も満足に与えられぬ貧苦の中で、衰え果てたまま、そなたは死んだ。そして今日になって出世の糸口。そなた泣き今となって、 何のために二百石取ろうぞ。次へ。孫次郎は声を忍んで泣いた。いかなる悲しみにも、いつかは慣れるとしは言った。果たしてそうであろうか。小泉ゆきて三年。千余日の日数が孫次郎の場合には、ただ、相棒を募らせる日の重りでしかなかったのではないか。 その日の暮れ方である。街道の井の松の店先へ、孫次郎が訪れた。おりよく店にいた隠居六兵衛が。これは先生、何か御用でも。ちょっとお話がござって。孫次郎は店先へ入って。実は、こなたには長々と親民にも及ばぬお世話に会いなったが、被災あって、 この度、当地を立ち退くことにいたしました。な、なんでございますってお笑いくださるな。打ち明けて申せば、家内の体がご当地に合わぬと見え、とかく調子が優れぬ様子。読んどころなく南の方へでも移ってやろうと存じます。突然のことで六兵は呆れた。でも、そりゃ 奥様のお体に合わぬ土地と仰せられればそれまでですが、残念でございますなあせっかく子供たちも懐いたところで、どこか良い医者にでもお店になすったらいかがでございましょう。また、いやいや、キューストモース病は、医薬よりも機嫌次第、気の向くままにしてやるのが何よりの養生でござる。では、 奥様のお望みで。少しながら、わがまま者、望みのままにいたしてやりたいと存ずる。さすがの六兵衛も腐った。そうでございますか。残念ながら、それでは立ってお引き止めもできますまい。それでは、行為のままとして、何日お立ちなさいます。妙早朝のつもりでござる。 と、もうあまり急なことで、ご挨拶の申しようもございません。奥様にはとうとうお目にかからずじまいでしたが、道中お気をつけなすって、いずれ明朝お見送りをいたします。いや、せっかくながら早立ちの旅、お見送りは固く事態つかまつる。長々お世話に会いなった。ご縁もあればまたお目にかかろうが、 こなたには、くれぐれも、ご健康に。挨拶が済むと、孫次郎は、すっと立ち去っていった。この様子を店の奥から見ていた、吉っが、憤慨した。へっ、あまだ、まじるみ。と、聞こえおがしにわめく。隠居さんがせっかくこれまで世話をして盛り立ててやったものを、女房がぐずったから立ち抜く なんて切り知らずの武士だろう。あれだから甘次郎ってんで、人を馬鹿にしやがって、なんでうるさい、黙ってろ。だって、甘白郎め、あまり舐めて気つける。今度は殴られないように遠くから悪態をついている。と、その時、一人の老武士がつかつかと店先へ入ってきた。つかぬことを尋ねるが、 というのを見ると、起きた現在もんだ。ただいま、これを出て行ったのは、裏に住む、鎌田氏であったの。へえ、さようでございます。何か別れの挨拶をしておった様子だが、そうではなかったか。六兵は不審そうに見上げて。へえ、 何でも急にご家内の都合で明長早く南の方へお立ちになるという話でございましたが、何度御用でもございますかいや、別に用事ではない。邪魔をした。現在門は足早に立ち去った。夜が明けかかっていた。暗いうちに老宅を引き払った孫次郎。 貧しい着替え包みの中に、亡き妻の遺灰をしっかりと収め、見送りが来ては面倒と、急ぎ足に浜松の城下を西へ抜けてきた。朝霧深く立ち込める街道には、まだ往来の人もなく、並木の松を越して、彼方に遠い海が光っている。孫次郎は足を止めて振り返った。その時である。 お待ちもしておりました。と、声をかけて、並木の松の木陰から、旅装の女が一人、すっと目の前に現れた。孫次郎はびっくりして、思わず一歩下がった。どなたでござるか女は傘を取った。すがすがしい朝の光の中に、恥じらいを含んで見上げる顔は、 起きた現在門の娘、小房であった。しかも、意外なことには眉を反り、歯を染めている。こなたは、小房殿。いえ、今は、杉江と申しまする。孫次郎は自分の耳を疑った。杉江。杉江。どうぞこれをご覧遊ばして。 小房はそう言って一通の書面を渡した。孫次郎は手早く開いてみる。現在門が達筆の端書きで。取り急ぎ申し上げ候。当地お立ちのきのご教中、お察し申し候。世に亡き人を忘れ得ぬほど悲しきはなし。されども愛情も極まれば不覚に及ぶべし。 連連障害を得意に終わるは、世も亡き人の本意に相良はまじ。時に面しての決断をこそ、男には望ましくそうろう。さて、老いの選別としてお差し添え申し相良うう者は、拙者娘にて、これなく、常々おもとの生けるがごとく思われし人の再生拙者とおぼしめし相来。当人はもとより望むところ、 それゆえに、名も杉江と改め候。ろう。押し付けがましきいた方とお怒りなく、老人の美中ままお察し願い上げ候。ろう。なお、くれぐれも望むところは、一日も早きご嫌いに候。ろう。恩心の変わることもあらば、ぜひぜひお立ち戻りくださるべく、おいの実のそれのみ、待ちいり揃ろう。 平安を祈る。と、読みも終わらず、孫次郎は胸を打たれて呟いた。それほどまでにこの孫次郎を、骨にしみる熱い定義だった。親切をあだにして立ち抜こうとする身を、武士と見込めばこそ、娘の舞を落とし、歯を染め、名を変えるのみか、亡き人の再生と思えとまで言い添えてある。 これほどの深い信頼がうにまたとあろうか。武士は己を知る者のために死すという。孫次郎の顔に卒然として力が溢れた。小房殿。いや、杉江と申すに及ばぬ。小房殿。はい。今は何事も申し上げぬ。旅の不自由ご特進でござるか。 どこまでもお供をいたします。では、紀州へ参ろう。孫次郎は手紙を巻き収めて、荒野の霊場へ収めるものがござる。その供養終わったら、すぐに浜松へ戻りましょうぞ。あの、ここへ行って帰るまで多くかかっても20日。帰ったらそこもと改めて祝言だ。まあ、 骨臭は思わず頬を染めて、しかし、僧帽は燃えるように男の症状を見つめながら、恥じらいの微笑を浮かべるのだった。さあ、孫次郎は静かに促した。戻るまでは旅の道連れ。戻った上は、ご承知でござるか。拙者には甘次郎というあだ名がござる。女房に甘次郎。 今度は家中の評判になりましょうぞ。まあ、存じませぬ。口元を傘で隠しながら見上げる目。孫次郎はその瞳の中に、ありありと亡き妻の蘇った姿を見出したのであった。つつましく寄り添って朝霧の中を西へ旅立つ二人。少し離れた小高い丘の上に、 起きた玄在門が、老友、林殿と並んで、その後ろ姿を見送っていた。秘蔵の娘をよく思い切ったの。殿が言うと、千人に一人の婿じゃ。玄在門は嬉しそうにうなずき、うなずき。あれだけの器量を持ちながら、亡き妻に誠を尽くすほどの男。 あっぱれ、物の役に立つべき人物となろう。娘一人何がおしかろう。これで老後の楽しみが一つ増えたわ。現在門の唇に明るい絵心の笑みが波を打った。不学の頂に、カクカと朝日が燃えている。